スーパーマリオメーカー。今回はツイッターの方でいただいた動画ですね。日本語。ツイッターの方でいただいた ID ですね。ありがとうございます。この動画のコメント欄で自分のコースを宣伝されるの全然問題ないです。自分宛てでもし、プレイしてほしいっていう方いらっしゃいましたら、動画の概要欄にあるダルの方じゃなくてちはやの方のアカウントに送っていただけるととても助かります。ぜひお願いします。では早速やっていきましょう。迷路という名の鬼畜、迷路プラス鬼畜、アクション系はね、アクション系はいけるけど頭脳系、待って、あ、違う、これ持ってくんだ、そういうことか。よいしょよいしょ、おー、いけるいけるいける。こうですね、こう入ってこのコインがあるよね、そうだよね。で、これはもう一回出せるかね。あ、無理だ、やり直そう。あのでっかいメットで今の壊さなきゃなんだ。トーンってやって、トーンってやって、オッケーオッケー、よし、ここで右に行ける。いや、お、中間があるね。あ、取られた。行けたと思った。いいよ、この先進みます。なんかあるかな。これさ、右行けないんだよね。これは難しいぞ。待って、ここで中間が、おっと、中間があるんだから、いや、のこのこの甲羅で、これ持ちながらいけないんだっけ。あ、マリオワールドの方はいけるんだけどな。でもできることはないよ。ブラックパックも多分無理だよ。あ、いや、そんなことない。これがあるじゃん、ほら、やった。どう、多分この下にドアが隠されてる。隠されてなかった。じゃあ、あ、隠されてた。スピンジャンプでも起きるんだけど、多分こっちが正解ですね。予想、右か上か、迷路だな。いや、右か上かじゃない、下か上かな。今日日本語やべえな。こっちにも音はあるな。じゃあこっち上。いや、音があるのはあれだったし、ノコノコのあの音符だったし、違った、入れなかった。なんとなんと、下が正解でした。入れた、こっちっぽいね。これ上にはいけないよ。じゃなくて、あ、なるほど、3つ置きますと。1個でも壊したら詰みじゃん、これ。おえー、 OK、 入れます。さあ、大丈夫、こういうアクション系は問題ない。しかも1回被弾する余裕あるしね、だいぶ心が軽くなるよね。右に行く。これ下のあのバネ取りゃいいんだろうけど、これでいけるよね。ちょっと待って、一回蹴飛ばすと、あれだ、早い。
や、想像以上。クリボーじゃないのか、まさか。クリボーじゃない。復活させてみて。クリボーじゃなさそうだな。よっ、そうだね。あと1マスもない。踏めないもん、甲羅みたいに。あー、行っちゃった。あっ、わかった。シンプル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 。この辺っすか、この辺っすか。やったーい。よし、これで先に進める。うわ、怖え。パウを置くのが一番腹筋に力が入るという。これ被弾確保で行かなきゃいけない。行けなくもないね。よいしょ。これやったの初めてだ。動画では見てたけど。壊しちゃいけなかったんじゃないの、さっきのブロック。うわ、そういうことかよ。本体いたもんね。早いやつがいるけど、なぜか遅いやつもいる。この優しさ。オッケー。え、あ、コウメだ。うん、ファイアボール。まだある。あ、かぶれれば、かぶれれば壊していける。取るの怖いんだけど。ふっ、よっしゃ。あ、確かこっちだけ壊せんだよね。いや、昔謎解きコースでクリアできなくてさ、で正しい攻略法を求むっていう風な動画を出したんだけど、その時の攻略法のやり方がこれだったんだよね。このブロックは壊せないんだけど、あの茶色い方は壊せるっていう。やったぜ。右にはあれがあるって分かってた。トゲがあるって分かってた。やったー。あの、右の方にはトゲ置くと隠れるんだけど、左の方には置くとトゲは隠れないんで。やったー、やっ、クリアできたー。クリボーンとか一番難敵だった、自分の中では。あれに気づけなかった。中間までのタイムが記録されてて、そっからかなっていう感じはするけど。よいしょ。あんま取る意味があるかな。ナイス。今の短縮できたのはうまい。一回土管に入り直さなきゃいけないのがめんどくさい。あ、待って待って待って、下から行かないと。うわ、でもって、次があれか、これか。難しいんだよな、これな。ここ OK。 よし、あと少し。カウを先に行く。怖え。いける、30秒前半いけるな。まあこんなとこか、とりあえずは。
はい、お疲れ。1分かかってるし。あれ ?30 秒でクリアできたと思った。俺なんか見間違えた。そっか、500秒スタートだもん。そうだよ。何言ってんだ俺。バカだ。じゃあまあとりあえず30秒前半で全然です。1分10秒台前半が出る。出ますね。あー、お疲れ様でした。俺が何回もクリアしてるからクリア率が上がってしまうけど。お許しください。3人目のクリア者になりましたね。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。